どうも、石川です。はい、これより登録完了した過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、7ブロックの2020年度、問い71から問い80までの過去問について解説をしていきます。過去問については、下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。はい、それでは早速始めていきましょう。引き続きですね、第3章の内容となります。問い71番ですね。咽頭薬、それから含草薬およびその配合成分に関する記述の整合について正しい組み合わせを一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。 A は正解、それから B なんですが、含草薬は水で、幼児希釈または溶解して使用するものが多いが、調整した濃度が高いほど十分な効果が得られるとされているというところで、これ後半のところ、濃度が高いほど十分な効果が得られるわけではありません。しっかりとした適度な濃度というのがございますので、B は誤りとなります。はい、それから C、発火は咽頭粘膜を引き締める収斂作用により、炎症を、寛解を促す、効果を期待して用いられますよということで、これ C は誤りとなります。発火油は通常方向による清涼感とかそういうことを目的として、使用されておりますので、今回ここのところはそうですね。あとは、別の分野のところでは発火油という形で、局所刺激成分ということで冷感刺激を与えていくようなものとして出てきますので、そのあたりも合わせて押さえていただくと良いかと思います。はい、ということで、これ C は誤りですね。修練とかそういう働きはございません。はい、それから D なんですが、トラニキサム酸は口腔内や、喉に付着した細菌などの微生物を死滅させる働きはありませんので、D は誤りです。トラニキサム酸というのは、抗炎症成分となりますので、なので違うんですね。はい、なのでこのあたり、しっかりと押さえておきましょう。はい、ということで答えは2番が正解となりました。では次、問い72番です。検疫薬の配合成分に関する記述のうち、正しいものの組み合わせを一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。まず A なんですが、センブリは、近傍外科のセンブリの、開花期の前奏を起源とする生薬でとあるんですけど、これ違います。何かというと、近傍外科ではなく、センブリは林道科になります。いやー、難しいですよね。難しい。で、ちなみに、近傍外科ってどんなのがあるのかっていうと、例えば、オーレンとか、あとは、武士とか、あとは、ショーマとかが近傍外科に該当してきますので、このあたりちょっとまとめて押さえておいていただくと良いかと思います。はい、ということで、A は誤りですね。はい、それから B は、正解となりまして、それから C、竜胆は熊科のヒグマ、これ×ですね。竜胆じゃなくて惜しい。これは、幽胆です。いやー、本当にね、もうちょっとした違いで引っ掛けてきますから、竜胆じゃなくて幽胆ですね。はい、ということでここ間違えないようにしておきましょう。はい、ということで C 誤りです。そして D は正解なので、答え3番の B と D が正解となりました。では次行きましょう。問い73番です。シャゲ薬の配合成分に関する記述の整合について正しい組み合わせを一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。 A はセンナは腸管内で水分を吸収して、腸内容物に浸透し、糞便の傘を増すとともに、糞便を柔らかくすることを目的としていますよということで、A は誤りですね。センナは強い下剤として使われていくので、糞便を柔らかくするということを目的とか、糞便の傘を増すということが目的ではございません。例えば、糞便を柔らかくすることを目的というのは、例えば DSS とかそういうものが該当してきますし、なので A は誤りですね。はい、ということで次行きましょう。 B は正解、それから C も正解ですね。で、 D なんですが、暇臭は比較的穏やかなため、主に、
3歳未満の乳幼児の便秘に用いられる用途はあるんですけど、D は誤りです。これ3歳未満の乳幼児の便秘に用いられるのはこれ飛沫臭じゃないですね。飛沫臭はめちゃくちゃ強い下剤です。なので3歳未満はダメですよというのがありましたよね。そうなんですよ。なのでここちゃんと押さえるようにしてください。ちなみにですね、こういった乳幼児に使うことができるようなものとしては、あれですよね、麦芽糖が入ってるものとかありましたよね。はい、なので、そういったものとかをですね、該当していきますので、なので、ここ D のところですね、そもそも飛沫臭、3歳未満の乳幼児はダメなんだよというところを押さえて、おいてください。なので D は誤りですね。はい、ということで答えは4番が正解となりました。はい、では、次行きましょう。問い74番です。試写薬の配合成分に関する記述の正誤について正しい組み合わせを一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。 A は正解、 B、 ビスマスを、含む成分は収斂作用のほか、そうですね、腸内で発生した有害物質を分解する作用を持つとされるため、細菌性の下痢や食中毒の時に使用することができますよ。×です。ビスマスは、細菌性の下痢に使うことはできませんでした。収斂作用、引き締める働きがあるんですけど、殺菌作用とかがございませんでしたので、 B は誤りとなります。はい、それから C と D は正解なので5番が正解となりました。では次行きましょう。問い75番です。次の成分を含む胃腸薬に関する記述のうち正しいものの組み合わせを一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。どうでしょうか。こちらもですね、こう実践的な内容でこう成分名一覧バーンと出てきておりますので、このあたりも成分がちゃんと分かっているかどうかというところで確認していきましょう。まず A、 スクラルファートは、中和反応によって胃酸の働きを弱めることを目的として配合されていますよとあるんですけど、中和反応をしていくで胃酸の働きを弱めるのは生酸成分になるんですけど、スクラルファートは生酸成分ではなく、スクラルファートは胃粘膜保護を修復成分になります。なので、違うんですね。ちなみにスクラルファートっていうのはスクラルラルラルということで、アルミニウム含まれ、ちょっとごめんなさい、ちっちゃいんですけど、アルミニウム含まれておりますので、ここラルでアーアーアー母音のアですね母音のアルっていうことでアルミニウム入ってますから、アルミニウム製剤なんだなっていうところでちゃんと覚えておいてくださいね。よく試験もそのあたり問われてきますので、なのでスクラルファート胃粘膜保護修復成分なので、こちらですね、中和反応というところはこれ生産成分の働きになっちゃいますので違います。はい、それから B、 合成ヒドロタルサイトは炭水化物、脂質、タンパク質、繊維質の分解に働く酵素を補うことを目的としてますよということで、 B 誤りですね。合成ヒドロタルサイトは生酸成分です。こっちが生酸成分ですね。で、これも合成ヒドロタルサイト、タル、アル、アルミニウム、これ入ってますので、これもアルミニウム製剤です。なので、このあたりですね、スクラルファート、合成ヒドロタルサイト、両方ともアルミニウム製剤なんだなというところ、ちゃんと皆さん分かるようにしておいてあげてくださいね。はい、ということで、B これ違いますね。ちなみに後半の文章、これ炭水化物などの働く酵素を補うのは消化成分になりますので違いますよね。消化成分、消化成分ですねになりますので違いますので、このあたり気をつけておいてください。はい、ということで B は誤りです。それから C と D は正解なので4番が正解となりました。はい、では次、問い76番です。胃腸鎮痛鎮経薬の配合成分に関する記述の正誤について正しい組み合わせを一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。 A は正解、それから B なんですけど、メチルベクナジウムは消化管の粘膜及び平滑期に対する麻酔作用ということはございません。これメチルベクナジウムに関しては、メチルベクナジウムですね、はこれ抗コリン成分です。そうなんですよ。これ、抗コリン成分です。結構これ、見落としがちな抗コリン成分なんで、しっかりと、覚えておいていただきたいなと思います。いいでしょうか。はい、ということで、こちら、B は誤りですね。そして C と D は正解なので、5番が正解となりました。では次行きましょう。問い77番です。肝腸薬及びその配合成分に関する記述のうち、正しいものの組み合わせを一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。
A は正解。それから B、注入剤を半量使用する場合には、残量を冷蔵保管することで安全に再利用できますよということで、注入剤、お尻ブスッと刺して、注入半分して、よし、半分余ったから、よし、冷蔵庫で取っとこう。そして、それをまた残ったものをお尻に入れていこう。ダメです。だって、一回お尻に刺してるじゃないですか。あんまり綺麗じゃないですよ。それをもう一回使ったらなんか細菌湧いちゃうような気がしますよね。だから、再利用ということは好ましくはございませんので、残量、残り残っててもですね、捨てて、新しいものを使ってあげてください。はい、ということで B は誤り、そして C なんですけど、これも正解ですね。そして D なんですが、グリセリンは血管修復作用を示すため、グリセリンが配合された肝腸薬は肛門や直腸の粘膜に損傷があり、出血している場合にはしばしば使用されるよということで、これ出血しているような傷口があるところにグリセリンを使っちゃダメだったんですよ。ぜひね、このあたり思い出してあげてください。なので、D は誤りとなります。何かというと、こうごめんなさいね。グリセリンとかがね、傷口に入り込んでしまったりとかして、溶血作用とかあったりとかするので、なので D は誤りですね。はい。ということで、答えは2番が正解となりました。はい。では次行きましょう。問い78番です。強心薬に配合されている生薬成分に関する記述のうち、正しいものの組み合わせを一つ選びなさいということで、はい。こちら答えは2番が正解となります。まず A なんですが、6錠は正解ですね。それから B の、1日容量中、線素 1mg を超えて含量を、超えて含有する医薬品は劇薬に指定されてますよということで、これ 1mg ではなく 5mg です。5mg ですね。5mg。ここ間違えないようにしておいてあげてください。で、あとは、例えば劇薬を毒薬って引っ掛けてくることもありますので気をつけていきましょう。ということで B は誤り、C は正解。それから D、流脳は心筋に直接刺激を与え、その収縮力を高める作用があるとされているよというところなんですけど、流脳は、こちら、中枢神経系のところに働いて刺激を起こしていく働きがあるので、心筋に直接ではございません。心筋に直接とかっていうのは、例えば線素とか五黄とか、そういったものが該当してきますので、D は誤りとなります。ということで、2番が正解となりました。では次行きましょう。問い79番です。高コレステロール改善薬の配合成分に関する記述のうち、正しいものの組み合わせを一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。A、ビタミン E はコレステロールの整合性、抑制と排泄、以下、促進作用、過酸化脂質、分解作用を有しますよとあるんですけど、この記述はビタミン、ビタミン B、2ですね。ビタミン B2 の記述になってきますので違います。ちなみにビタミン E は過酸化脂質の生成を抑制したりとか血行を促進したりとかそういう働きがあるので違います。はい、それから B、リノール酸は腸管におけるコレステロールの吸収を抑える効果を期待して用いられますよとあるんですけど、これ違いますね。この記述はソイステロールの記述になります。ソイステロール。ソイステロール。大豆油不健化物ってやつです。またの名をソイステロールってやつですね。の記述になっちゃいますので、ソイステロールは腸管にアプローチをしていくんですけど、このリノール酸は肝臓の方ですね。肝臓の方にアプローチをかけて代謝を促してくれる役目がありますから、B は誤りとなります。そして C と D は正解なので、4番が正解となりました。はい。では最後ですね。問い80番です。貧血及び貧血用薬の配合成分に関する記述のうち、正しいものの組み合わせを一つ選びなさいということで、はい。こちら答えは4番が正解となります。A は、鉄の摂取不足を生じると、初期段階からヘモグロビンの量が減少するため、直ちに動悸息切れの貧血の症状が現れるわけではなかったですね。そうなんですよ。直ちに貧血の症状が出てくるわけではありませんでした。私たちはですね、貯蔵鉄ということで、肝臓とかに蓄えられているのは鉄から消費していけ、その後、血清鉄とかが消費されていきます。血液中にあるような鉄とかが消費されていって、そしてその後亡くなってきたなというところで、貧血の状態、症状が出てきたりして、
そしてそれがどんどん進んでいきますと、例えば爪とかにあります組織鉄とかっていうのもどんどんなくなって、爪が曲がってきたりとかっていう症状が出てきたりしますので、すぐに、貧血の症状が現れるわけではないので、A は誤りとなります。はい、それから B、消化管内で鉄が吸収されやすい状態に保つ目的で、葉酸が配合されている場合がありますよということで、B、誤りです。これ葉酸じゃなくて、ビタミン C ですね。ビタミン C が、配合されていると、鉄が吸収されやすい状態にしてくれますので、B は誤りとなります。はい、そして C と D は正解なので、4番が正解となりました。はい、ということでどうでしょうか。特に、多くの方はですね、例えばこの高コレステロール改善薬のところ結構苦手とされる方がいらっしゃいます。やはりビタミンいろんな種類が出てくるので、それぞれの働きが、ということになってしまうことも多くあるんですけど、もう一度ですね、ビタミンのところを復習をしていただいて、しっかりとまとめができるようにしておいてください。はい、ここまで動画いいなと思っていただいた方はですね、ぜひぜひ LINE などに登録していただきますと、試験の情報などもいろいろ配信しておりますので、ぜひぜひご利用いただければと思います。はい、ということで本日も動画を見ていただきまして、誠にありがとうございました。